うっす、みなさん、ザグッズネットです。ちょっと久しぶりですよね。最近の新しい仕事がめっちゃ暑いと、めっちゃ疲れるになるから、ちょっとビデオがあまり作られないけど、今日はめっちゃいいチャンスから、ビデオ作らなくちゃだね。今日のビデオはなんとか、レビューだけじゃなくて、ちょっと、どんな感じるになってるのは、レビューみたいのですよね。前にはこの、中国から作ってるのは、ホーリーウォリアーのコンバットサイトはなんかただのサイトじゃないからちょっと気に入ったので、いつものサイトはちょっとドットとかなんとかイオテックのドーナツとかビルのなんとか LPVO とかいろいろ面白いですよね。でもこのオプティックはそれだけじゃなくてもっとファイターパイロットの感じでそのなんとかエレベーションのビーミサイルロックがないけど、確かに面白いから、これを、キロを使ったら、サイトとか、ナビゲーションの、どのぐらい左とか右、北、東とかいろいろ。それと、今の何度、今は26度。それは、垂れるがよくわからない。ちょっと前には24度だったけど、でも大体そのカンパスの方でやっぱり悪くない本物のちゃんとのカンパスで確認して、ああやっぱり聞いたわ、よく聞いた、惜しいけどそんなになんか違うわ、そんなに多くない。でも前に見たらこっちから小さいの画面が出てると、それでガラスに当たれるとこの大きいの画面になります。よくでかいのちょっとイオテックの感じるけど、やっぱりイオテックじゃない。まあまあ悪くない。でもその、いつも通り、いつものサイトは大体それだけですよね。残りはパソコン、小さいパソコン入ってるから、この画面とか、このちょっと別の画面見のあるとか、これの画面誰でもよくわからないけど、22から6、22から82まで、どんな感じる遠いさの確認かもしれない。よくわからないけど、確かに面白い。でも、オプションもよくある。今はちょっとホロさんがみんなよくわかるよね。それは、これも中国からの会社ですよね。もうそれでちょっと人気になったと、サバゲーだけのものじゃなくて、これは今だ、サバゲーだけのものけど、本物の銃使うの感じるにも、商品が作ってた。それちょっとみんながよく気に入った後、おちょっと面白い。そのレディカルも壊れるけど、これもちょっとそのことアジャスト、上下左右、レディカルも選ぶこともありますよね。遠いから分かりやすいか。それと電池だけどさ、それが面白いでしょ。眩しいとか暗いとか、確かに面白いけど、そんなに必要かもしれないな。右、北、東とか南とか、確かに面白いの。このファイターパイロットみたいのは、このピッチとヤー、ピッチ、この感じ、右に行って、それとこうして左に行って、その下の線からのドットがよく動けるのね。だってさ、ホロさんが、中国の会社から、その本物の銃使いになるから、今の、リック軍は、その新しいの、なんとか、拳銃がご注文してる、そのシグのやつのね、その銃だけじゃなくて、特別のサイトとか、いっぱいソフトとか、カメラが入ってないの、ブリスティックスカルキュレーターとか、いろいろの、なんかソフトがいっぱい入ってるの、死に高いのオプティックがあるのね。それは本物用の死に高いやつけど、これはめっちゃ安いの。中国作ってるやつとその似てるのソフトが入ってる。全部じゃなくて似てるもあるから、もしかして半年か2年、3年ぐらいの間に、その今似てるのホロさんと中国作るのソフトいっぱい入ってる本物拳銃用のオプティックが出るかもしれない。の感じです。それが、これがちょっとだけお家に使って、確かにその感じるが出るのね。でも、そのレビューは、レビューじゃなくて、そのソフトが面白いの話ですよね。
つまりそれだけ。それちょっと気に入ったと、その CR123 の上手の電池が使ってるから、ちょっと気に入ったと面白い。ちょっとだけに、騒ぎに使おうとどんな感じるか、確かにちょっと使えるが、ファイターパイレットの楽しみの、なんか、ゴーストリカン、フューチャーソルジャーとか、その未来の兵士の感じるが出るから、ちょっと面白かったよね。でも、リビューは大体、今日はそれだけですよね。なんとか質問とかあれば、よくコメントに入れてください。もうビデオ、動画見たらありがとうございます。次のビデオは、すぐに作るはず。いろいろはまだ英語で作ってないから、英語のビデオはなんとか、単語がいっぱいやりやすいけど、日本語のビデオはもうちょっと、英語でもよく忘れるの言葉あるから、日本語はもっと忘れる言葉が多いと、知らない言葉も多いし、ちょっとビデオはちょっと作り、やりづらいけど、いつも作るは楽しいですけど、それも作れる。だって英語だけにやったら、分かりにくいのこともよくあるけど、日本語もビデオ作って、もっと分かりやすいけど、全部正しいの言葉使おうが、時々難しいですね。じゃあ、レビューは今日はそれだけと、騒ぎも3年以上かな。いつもいつも、今週末騒ぎ行く。やっぱり仕事忙しい。めっちゃ暑いと、子供も忙しいから、いつにできるかよくわからない。いつも行きたいけど、行けるチャンスもない。もう、年越えにどんどんゆっくりになってる腰が、いつもいつももっと痛くなると。必ず行く。いつかね、車椅子でも絶対行く。サバゲーに行くんですけど。じゃあ、皆さんお元気で、今度ね、サバゲー楽しみやりましょうね。いつかわからないけど、必ず行ける。じゃあ、みんなお疲れ様です。どうも、次の動画によろしく。